皆さんこんにちは、こんばんは、準急です。今回は近鉄大阪線平日ダイヤ夜の松阪行き快速急行の行き着く先についてお送りいたします。過去2022年12月以降ダイヤでの動きを動画で紹介しましたが、2024年3月のダイヤで起こった変化と、そして時刻表を見て感じた違和感についてどういうことなのか実際に検証していきたいと思います。それでは最後までよろしくお願いいたします。大阪上本町駅の時刻表平日ダイヤのものを見ると、夜時間帯は18時台に1本と20時台に1本の計2本が運行されています。果たしてこれらの列車はどういう動きをするのか、まずは大阪上本町18時52分の列車、6番乗り場で列車は8両編成。それでは出発です。お客様にお知らせいたします。ただいま駅改良工事を行っています。お待たせしました。近鉄をご利用いただきありがとうございます。この電車は8両編成ですが、途中の名張で後ろの4両を切り離しいたします。この電車の車内前から2両目にございます。目を割れた状態では他のお客様のご迷惑となります。体の前でお持ちになるか手にお持ちいただきますようお願いいたします。Attention please, wearing backpacks or shoulder bags when train cars are crowded can be an inconvenience to surrounding passengers. Please remove it.
五井堂です。五井堂の次は大和高田に止まります。お客様、車内に忘れ物のないようご注意ください。ご移動、ご移動です。左側の扉が開きます。ご注意ください。大阪上本町から乗車すること45分、灰原に到着。この駅では名古屋行き特急火の鳥を通過待ち。大阪上本町から乗車すること1時間2分、名張に到着。そういえば直前ダイヤでは
名張駅2番乗り場に入り、そのまま出発していきましたが、この電車、名張で後ろ4両を切り離し、直前のダイヤでは青山町での切り離しでしたが、今回のダイヤ変更で切り離しの駅が変わった格好です。はい、先生、中戻って。さらに進んでいきます。車内に忘れ物ないようにご注意ください。近鉄をご利用いただきありがとうございました。まもなく伊勢中川に到着します。伊勢中川の次は松坂に停まります。大阪上本町から乗車すること1時間49分。
終点松阪に到着。到着した列車の方向幕を見ると大阪上本町行き急行になっていました。ホームの行き先表示を見ると出発時刻は21時1分です。ちなみに松阪から先への足はどうなっているかというと、宇治山田行き特急、宇治山田行きの特急が参ります。20時45分発の宇治山田行き特急、こちらの列車実は大阪ナンバーが始発。乗ってきた快速急行は火の鳥には追い抜かれたものの、伊勢方面の特急には一本も追い抜かれずにここまで逃げ切ったということです。その次にやってきたのは名古屋が始発の20時50分発鳥羽行き急行。この鳥羽行き急行、終点の鳥羽で賢島行きの普通電車と連絡しています。ちなみにその5分後には同じく名古屋が始発の賢島行き特急が出ています。21時、賢島行き普通電車が8番乗り場に入線してきたところで、乗ってきた電車が大阪上本町に向けて出発ということで、大阪上本町18時52分発の松阪行き快速急行は松阪に到着後21時1分発大阪上本町行き急行として折り返す運用になっていました。続いて大阪上本町20時7分発は松阪着22時5分です。入ってきた列車はまさかの6両編成。2022年12月変更ダイヤでは4両で入線していましたが、到着した列車の方向幕は名張行き急行になっていました。ホームの行き先表示によると出発時刻は22時12分と、ここで疑問になったことが2つ。まずこの6両編成は切り離して6両になったのか、元から6両できたのか。そしてもう一つ、時刻表を見るとあと1駅だというのに伊勢中川で10分停車するダイヤになっています。一体どういうことなんでしょうか。別の日に2本目の列車に乗車して検証していきます。大和高田発は20時35分です。1番乗り場に松阪行き快速急行が6両編成で参ります。1つ目の疑問がこれで解消。この電車、大阪上本町出発から6両編成で運行されています。大和八木で松阪行き特急が先発します。伊勢中川に停車。この駅で10分停車しますが、この10分間で何が行われているのか60秒で解説。伊勢中川に到着してほどなく2番乗り場から賢島行き普通電車が出発。さらにその4分後、名古屋から来た五十鈴川行き急行が2番乗り場に入線し、
出発。この2本の列車を先に行かせて松阪行き快速急行が出発するんですが、だったら先に快速急行が行ってもいいんじゃと思ったりしますが、実際松阪駅ではどういうことが行われているかというと、先に出発した賢島行き普通電車が7番乗り場に入線、後に出発した五十鈴川行き急行が3番乗り場に入線し緩急接続、急行普通電車と2本の列車が出発した後で快速急行が7番乗り場に入ってくるという動きになっていました。つまりこの10分間で行っていることは、賢島行き普通電車、五十鈴川行き急行の見送り、そして松阪駅7番乗り場の空き待ちをしていたというわけなんです。と、今回はここでおまけ。以前公開した松阪行き急行の動画にコメントをいただいたのがこちら。平日22時12分松阪発名張行き急行の運用を調べてほしいです。ということで、折り返しの22時12分発の名張行き急行にも実際に乗ってみました。青山町で大阪難波行き特急アーバンライナーの最終を通過待ち。桔梗ヶ丘駅出発後のアナウンスを聞いてみましょう。松阪から乗車すること52分で名張に到着。乗ってきた列車の方向幕は確かに高安行き各駅停車になっていました。駅の行き先表示を見ると、出発時刻は23時13分、そして注目すべきはこの電車が高安行きの最終電車ということ。そこでもう一つの注目ポイント、この運用で見えてきた2本目松阪行き快速急行を6両編成で走らせる目的を60秒で解説。2本目の快速急行が6両で運転されている理由、それは2022年12月変更ダイヤからの運用の変化にありました。2022年12月ダイヤでは大阪上本町を8両で出発し、その後名張で後ろ4両を切り離し、結果松阪には4両で到着、さらに折り返し名張で再び2両増結して高安行き各駅停車として運行する運用になっていました。それが2024年3月からのダイヤでは、大阪上本町から松阪、松阪から名張、そして名張から高安と一貫して6両編成に。こうすることで名張での切り離し、さらに折り返し電車の増結に人員を割くことなく運行することができるというわけです。ということで、大阪上本町20時7分発の松阪行き快速急行は、松阪に到着後22時12分発名張行き急行として折り返す運用になっていました。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったという方は、ぜひチャンネル登録高評価をよろしくお願いいたします。またこのチャンネルでやってほしい企画や乗ってほしい列車、降りてほしい駅などありましたら、ぜひコメントをお寄せください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。